こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。今日はですね、以前言っていたトゥートのレビューをしていきたいと思います。このトゥートという楽器はですね、ヌーボ社さんから出ている、子様とかがね、3歳以上の子様からね、使っていただける、大変お手頃な、4000円くらいでね、買えるお手頃な楽器なんですけれども、このトゥートの種類にはいろいろありまして、こういうふうにキーがついてなくて穴が開いている、10年くらい前かな、からあるスタイルのね、昔からの、トゥートもあるんですけども、こちらのキーがついていて、この辺とかも外せるやつは、割と新しい近年の作品ですね。でこちら面白いのはですね、この黒い部分が、外れるようになっています。奥からね、これ柔らかいゴムになっているので、このように、指を突っ込んでいただいてですね、クッと押し出していただくと、よいしょ、この黒い部分がこのように取れます。見えるかな。で、この黒い部分ですねは、非常に小さいので、お子様が間違って飲み込まないようにちゃんと保護者の皆様が管理してくださいね。でこれを穴が開いたことによって何ができるようになるかと言いますとですね、半音が作れるようになってます。真ん中を押さえた時と端を押さえた時で音が変わります。面白いですね。でここをじゃあ鼻から開けてたらいいんじゃないかって、この黒いところもね取れるんですよ。これがついてる状態、これが取れてる状態なんですけど、これもだからピッてやったらね取れるんですけどね。で、取るのには、ついてる付属の器具を使っていただいて、クッて押していただいたら、裏からねクッと押していただいたら取れるんです。でじゃあ初めから穴開けててもいいじゃないと思われるかと思うんですけども、やっぱり小さいお子様ね、手がねやっと届く方とかもいらっしゃるので、そうするとですね、これが塞がらないことで音痴になっちゃうわけですね。半音を本当は上げたくないのに上がっちゃうっていうのでね。なので最初の頃はやっぱり慣れるまではこの黒いポッチをはめといていただいて、ちゃんとしたドレミファソラシドの音階に、ね、なるようにしておいてあげて、渡していただくのが安全なんですけど、目を離すとなぜこの黒い部分は取れますので、取れて間違って飲み込んじゃわないように、ちゃんと見ておいてあげてくださいね。よっぽど心配だという場合はもう取っちゃってもいいんですけども、気をつけていただきたいのが、ここにある親指の黒いのは取れませんので、無理に外そうとしないようにしてください。実はまあその気になって外そうと思ったら、もともとねセットされていったものなので外せるんですけども、基本的にはここはちょっとめくるとですね、こういう風になっておりまして、大きい黒いポッチがあって、これが穴をペタッと塞ぐんですけど、その塞ぐ時にですね、面白いものでここだけを押さえると半音高くなって、全部グッと黒いところを、黒いボタンの部分の上をグッと押さえると、先ほどの丸いのが穴を全部塞ぐので、いわゆるちゃんと音階として全音で塞がるようになっているわけですね。なので、半音高くしたいか低くしたいかっていうのはこれで調節します。黒いところを押さえる、半分だけ押さえるみたいな感じですね。でまあ、ここは外れないので心配ないと思いますけど、こことここの注意をするのと、でここも簡単には外れないようにはなってるんですけども、この吹き口ですね、昔ねフルートにつけるタイプのものもあったんですけどね、一時期流行って、フルートって本当にね最初の頃ってね、みんなリコーダーみたいに加えて音を出そうとするので、そうでは出ないっていうことに気づくとね、なかなか音を作るまでに、手こずる方もねいらっしゃって、そこがこうなんかねフルートの難関になっているので、まあ、楽器屋さんがねいろいろと研究してくださって、このタイプのリッププレートを普通のモダンフルートにカチャンってはめるタイプのがあったんですね。私も思わずね、生徒さん用に買おうかと思いましたけども、で、そちらの、これは何ですかね、いわゆる一体カバンになってましてですね、どんなお子様が吹いてもリコーダーみたいな笛系が鳴らせるお子様でしたらば必ず出ます。大人の方ももちろんそうですけど、リコーダー吹いて音が出ないわっていう方は、多分この辺をグッと押さえている方だと思うんですけども、普通に雪を入れれば笛っぽい音が出ます。でこれでまずは息をまっすぐ長く吹く練習っていうね、これがっ
で、息がこう波打ってしまうと、こうフルートをね、出すための息にはちょっとね、安定しなくて届かないかなと思うので、まずはこれでしっかりとまっすぐな音が出せるようにして、指もこうやってさらって、で好きな曲これでもうまず吹けるので、吹く楽しさも味わいつつ、息がある程度まっすぐ出るようになったら、いよいよこれの出番です。これも付属でついてまして、ちゃんとフルート用のリッププレートもついてるわけですね。付属品です。で、ここからです。 これ大人の方しか多分ね、難しいと思うんですけど、ここにこれをはめ込んでですね、テコの原理でこれ外します。で、外す時にね、カチッと音がしたら綺麗にこのように外れるんですけども、なかなかコツがいるので、ここを折ってしまわないように気をつけてくださいね。テコの原理ではめて外すんですけども、力ずくで無理やりやると多分バキッていくと思うので、私もね、やりそうで怖いんですよね。で、まあこういうふうにね、構造的にはなってます。で、このリッププレート、リコーダー型のを外していただいて、フルート用のものをこの溝のところにこの出っ張りを合わせまして、カチッと音がするまではめます。今パチンって言いましたね。で、パチンと音がしてしまえばもう簡単に外れないので、この状態でもう渡していただいたら大丈夫だと思います。気をつけなきゃいけないのは多分この黒い部分だけです。お子様が慣れてきたら、ある程度拭けるようになったらもうこの黒い部分は回収してしまって、袋に入れて保管しててもいいかもしれないですね。なんか外れてどっか行くだけだけど、やっぱりね、飲み込んじゃうのが心配ですよね。なので気をつけてあげてください。で、これに変えると、音程とか音量とかをいろいろいじることができるようになります。で、フルートと同じように3分の1、もしくはね、塞いだとしても2分の1ぐらいまでですね、下唇をこう乗せまして、ここ全部は塞がないんですね。こういう状態ですね。で、斜め45度に息を出して吹いていくっていう形です。これもね、同じようになってて、斜め45度にこう息が当たるようになって、ここの位置に向かって息がポンと当たるように作られていますけど、これがなくても自分で口で45度下に、ここにね、エッジの部分に息が当たるようにして出していくと、音が出るので、まずは、ロングトーンとかね、いろいろして音を安定させていただいてから、いろいろ今まで吹いてた曲をこうね、これに変えて、最初いろいろ抵抗があるでしょうけど、最終的にはいろんな大きな音が出せたり、ちょっと音程が低いものを高くしてあげれたりとかするので、これに慣れていただいたら表現の幅が広がると思うので、頑張ってください。ということで、先ほどの3歩をこれで吹くとどうなるかやってみましょう。大きくなって、で、音程もね、ちょっといじれるようになります。なので、ぜひ慣れてきたらこれで、練習していただいたら、モダンフルート、普通のね、大人用のフルートにこう変えていく時に、そんなに遜色なく 移り変わっていけるんじゃないかなと思います。そんなわけで、今日はトゥートのレビューでした。小さいながらもね、なかなかキーメカニズムもちゃんとあって、でいろんなね、お子様の力でもこう抑えてもキーがちゃんと折れるように軽く大変作られていて、故障がしにくい構造にはなっています。ここのね、黒い部分だけが飲み込み注意っていうだけでね、やっぱりそこだけは心配ではあるんですけど、あとの部品とかは比較的外れにくくなっているので大丈夫だと思います。で、扱いが多少ね、乱暴でも大丈夫なように作られているかなと思います。もちろんね、楽器っていうのは基本的には大事に使わなきゃいけないものなので、ガンガン振り回したりしないように、この時点からね、言ってあげていただけると、多分、いわゆる金属の楽器にね、モダンフルートに変わっていった時にも、こう楽器にへこみや傷ができなくていいんじゃないかなと思います。そんなわけで、今日はトゥートのレビューでした。トゥート、面白い楽器ですね。いつかね、コンサートとかでね、商品とかでも使ってみたいなと思います。それでは皆様、またね。